はい、まあ今日からまあイベントが始まったようです。なんでまあ見ていこうと思います。おや？ん？どないした？いや。ありがとう。うん。そりゃ気になるでしょう。気にならない方がちょっと。朝ってこんな混んでる？あれ？ええ、そうなんだ。あ、なんか前にはじめさん言ってたような気がするけど。ああそうなんだ。でもバラのお茶ってなんか前のストーリーで見たような気がするぞ。ほう。雪村こういうの好きそうだよね。アトベもこういうの好きそうだけど。でも。おお、なるほどね。はい。ねえ、どんな匂いがするんだろう。なんか馴染みがないからさ。うんうん。そうなんだ。木村って確かハーブティー好きだったよね。ああ。うん。ところで、おっと。もうすぐ練習時間なの？急がなあかんやん。ああ。なんか確かに関連があるような言い方ではあったけどさ。うんうん。おや？あ、だからか。あれ？そうですね。うん。いえ。もうトレーニングの一環でこれって。まあ可能性ありそうだな。うん。まあそれもそうだろうな。だから知らされてなかったんじゃねえの。まったく。確かに。今はね、まあ、この曲もちょっとちらっと、まあ、ガレージバンドで作ってるんですけど、まあ、一応完成するまでは楽しみにしていただいて、はい、一応編曲もしながら作ってるので、まあ時期次第、まあ、YouTube にあげます。はい、お楽しみに。早く負けた方が君のためだよ。マジで。早く負けた方が君のためだよ。マジかよ。さあ、そうなったら。勝率 95%。 この勝負俺がいただくよ。ケ
結構最近はね、まあエメラルドラインを中心にまあ作ってるんですけど、まあ俺の方が強いけど、キラキラ作ってはいるので、まあ、いずれもでき次第 YouTube に、はい、上げさせていただきます。何でなんかこの曲も好きなんだよね。迷いはない。ここもずいけど。わかり届かない、離れる背中に、うん、おもろいな。やるじゃん、すごいね、おもろいな。はい、ちょっとミスってしまいましたがね、最近は、はい、さっき言ったみたくの、まあ、真夏の雨とエメラルドラインを作ってるんですけど、まあ、メインはエメラルドラインを中心に作ってるんですけど、はい、どちらもまあお楽しみにしていただいてはい、ということで、はい、さっき、おー、こんな感じだったか。あ叫びたくなるの。あ、はい、イリエまあ山、あー確かに山っぽいな、山に見えないような、見えるようなそうですね、確かに結構な高低差な、だからここ選んだのか。なんか階段が結構長いぞ。うん、まあ見るからにそういう雰囲気だ。ふん、確かにトレーニングって来てえって思ったけど、もう見て分かったわその雰囲気で。うん、工事中なの。じゃあここ行って大丈夫な。どうやら。ああ、そういうことか。そうだね。そうなんだ、ね、おい、ん？ああ、ガキども。あ、これがトレーニングってやつ？そういえば。マジで？全員に話が通ってないの？やばいじゃん。嘘やん。ああ、まあおそらく。ん？自分もまあ気になってはいたけどさ、うん、ああ、うん、まあ否定はできないよね。おや、ああ、ええ、ああ、そういうことね。まったく。でもサイン見たいなあ、そうなんだ。へえ、そうだな。そうなんだ。ええ、あ、なるほど。
さて、たくまあな。はい、で今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、まあ曲のカバーの方もまあ今前奏までまあできているところちゃそうなので、できてるところっちゃできてるところなので、はい、まあ完成までまあ2曲かな今作ってるのは。はい、お楽しみということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。